接したところがちょうど大橋の駅前通りっていうことになるんでしょうか。まあなかなかあのニュータウン的な駅だなという感じはします。直轄警備の選挙士、右の公民館がやたら立派ですね。そして北海道銀行もあって、で団地と、この団地もね、また年季の入った団地ですよね。これは多分、ね、左に曲がった方が、ね、いいんだろうと思います。片側2車線の、立派な道路、これをですね直進していきます。大浅ってなんか団地ばっかりかと思ったら、意外とこの辺まで来ると一戸建ても見えます。あ、結構ね建物新しいですよこの辺。あ、でもやっぱりね団地もありますね。なんかね郊外っていう感じしますね。この辺まで来るともうね正面に山が見えてきているのはもちろんなんですけれども、結構ね驚くべきはですね、ここに商店街があるんですが、この商店街は車をが通ってはいけないということになっているんですよ。通り抜けできません。またこの商店街もすごい味あるんですよね。いや、大浅なんてね、団地ばっかりのね、海乾燥な街かなと思ったら、意外とね、意外と味わい深い商店街があったりして、なかなかやっぱりね、馬鹿にできないな、大浅と思いますよ。あの商店街たちも、まあ多分、高度経済成長期計画的に作られた商店街なんでしょうね。しょうがないんで、またあの JR 側鉄道防風林のある方に向かってきて、で鉄道防風林に沿って森林公園駅ですね、目指していきたいと思います。だったら最初から鉄道防風林に沿って走れば近いんじゃないかっていう意見もあるかとは思うんですけれども、ただやっぱりね街の風景を撮影しようと思ったら絶対鉄道防風林沿いじゃない方がいいんですよ。ていうかこれまっすぐ行ってさ、森林公園に出れる？本当に無理じゃないかな。なんかあの制限速度も30キロだし、なんか幹線道路っていう感じは微塵もないですね。あの住宅街の中の生活道路っていう感じしか全くしません。でここからまたちょっと坂を下るんですか。谷になってんのかな、もしかしてこれ。結構な下り勾配ですね。ああ、で見えてきた。森林公園駅前のタワーマンションが見えてきましたけれども。そしてまた団地が書いてあります。R32 って書いてあります。R31 ってスカイライン。ですね、なんかね昔のスカイラインね。いや、こっから見たらね、あの森林公園の駅前のマンション立派だな。そして行き止まり、やっぱりね行き止まり、まあ、大体ね想像はついてましたけど行き止まりです。これまた右に曲がるのかな。いやー結構ね、結構この辺アップダウンもあるし、僕が思っていた以上に地形が複雑ですね。ここもあれなのか、厚別北って書いてあるってことは、ここも札幌なんですね。ただこの信号の右側に大浅高校があるっていうことは、こっから右は江別市なんですかね。で左は札幌市なんですかね。そうですね、きっとね。ちょうど今札幌と江別の境目を走ってきたということになります。そしてここに出ると今度はね片側三車線の非常に太い道路を走っています。まあ、国道12号があんな感じですから、まあ、恵比寿と札幌を結ぶ道路っていうのはこういう太い道路が何本も必要なわけです。
そして見えてきました森林公園駅、左折森林公園駅西通りと書いてあるんで、これが森林公園駅の駅前通りということになるのかなと思います。ああなんかねマンションが駅前通りに隣立していて、まさにシャレオツニュータウンといった感じの駅前通りですね。マンションしかない、商業施設はねない。駅前に行けば確かねラルズかなんかあったと思うんですけど、でもなんかね爽やかに歌うって感じですね。ここはなんか大麻はなんかねちょっと団地がボロかったんですけど、こっちはねマンションも豪華、なんか所得が高そうな感じのところです。駅前には札幌フードセンター、ラルズじゃなかった、フードセンターあるんですけど、フードセンターもなんかねちょっとシャレオツなデザインになってます。そしてこれが森林公園の駅前広場でございます。一応中央バスも止まります。そしたら次行きましょう。